DD-101 d d 1 0ディーゼル機関車は日本国有鉄道の前身である鉄道省が試作した電気式ディーゼル機関車である。1930年代、日本国内の工業生産力の向上によりディーゼルエンジンの技術向上が進んだことから入れ替えあるいは小単位の旅客列車権員に用いることが可能なディーゼル機関車を試作することになり製造されたのが本形式である。 技術的にはドイツから輸入した国鉄初のディーゼル機関車である DC10 系、DC11 系の研究と使用実績を基盤にしている。車体は全溶接構造の箱型車体で、当時の電気機関車と同様に車両端部に設けられたデッキからつまめ中央の貫通扉経由で車内へ出入りする方式であった。塗装はブドウ色1号であった。 機関発電用エンジンは、当時最新式の下流出式の復燃消失を備える縦形直列8気筒4サイクル機関である、新潟鉄鋼所製、K8C が搭載された。この機関は、定格出力が 600PS、900rpm と DC10 型や DC11 系の機関と比較して、同一出力ながら、高回転化しているが、これは、 気筒数増加で1気筒あたりのシリンダ内径を縮小して実現されたもので、同クラスのレイアウトの機関としてはむしろ低速な部類に入り、コンセプトとしては故障が少なかった DC10 系の機関に近い考え方を取る、至って手堅い設計であった。駆動システム動力伝達方式は DC11 型にない、電気式が採用された。DC10 系の歯車式は、 構造は簡単であったが、大出力の歯車式変速機は、歯車の割り損や変魔猛などの故障が多かったため、神経式機関車は故障の少ない電気式が選択されたものであった。台車台車は軸重を低減するため三軸台車を二組とし、三軸の内中間の一軸を双軸として、小型車輪を使用し、両端二軸に、 定格出力1 0 0ットの直流直巻電動機を吊り掛け式に掃加していた。なお、この台車は後に ED18 系の改造時に、その設計がほぼそのまま流用されており、2017年現在も ED182 が保存されているため実験できる。川崎車両により、1935年に一両が製造された。製造後、小山機関区に配置され、 試験を兼ねて、小山駅での入れ替え作業に用いられた。性能は、当時入れ替え作業に多用されていた2120系、蒸気機関車並みとされたが、運用中の騒音、振動が激しいという問題を抱えており、エンジンのクランクシャフト破損事故も起こすなど、実用機として十分な水準に達していなかったことが伺い知れる。まもなく、 戦時体制による石油燃料統制のため使用不能となり、休止状態のまま、終戦後の1947年9月に廃車となった。廃車後も長い間、大宮工場内に保管されていたが、1965年2月頃に解体され、現存しない。ありがとうございます。